速稼塾の久保です。今回はハンターキリンさんというね、ハンターの方ですね。本当にハンターですよ。空気銃撃ったりとかね、カモちゃんをねパーンと撃って、この前カモちゃんありがとうございましていただきました。しっかりとね、お肉でいただきまして、うどんにつけさせてもらったのと、あと焼肉でいただきましたね。で、調理方法も動画で出してくださったんで本当に分かりやすかったです。ただね、私こうなんていうかですね、まだ割り切れないところもありまして、その羽をむしる動画とかねちょっと見れてないんですよ。やっぱ怖いですね。まあでもね、今回ハンターキリンさんがどんな企画を私にやってほしいですかっていう問いかけをしたことがあったんですよね。それに対してやっぱりね、反応がいただけてるっていうことなんですよ。まあここでね、今回私の動画でテーマにしたいのは、動画の発信者の方に視聴者さん、ぜひね、要求を上げてくださいってことなんですよ。特にチャンネル登録者数とか再生数が何十万とか何百万っていう方ね、これはちょっとね、要求を上げても気づいてもらえることは少ないんですけども、再生回数がそこまでいってない方とかね、例えばまあ再生回数が数千とか数百とか数十だったらもう適面ですけども、そういう方に、すいませんっていつも見させてもらってるんですけども、こういうのをやってもらえませんかとか、このことについて見解はどう思いますっていうふうなことをね、問いかけると、動画を作ってる方も、あ、これこんな反応がいただけるんで嬉しいなみたいに思ったり、あ、こういうことが求められてるんだっていうふうに分かったりとかね、でネタが1個作れたりとかしてすごく助かるんですよね。で、今回もそのいい例だと思うんですよ。ハンターキリンさんにいろんな企画の提案とかね、要望とかご質問とかあったと思いますけども、こういうのが動画を作ってる人の励みになりますんでね、ぜひ、遠慮せずにどん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 応募してみたり、プレゼント企画にはね、応募してみたりとか、問いかけがあったら答えてみたりとかしていただきたいと思います。さあ、それではね、今回も人気のハンターキリンさんの動画、よもやま話というね、そういうことがありますんで、ご覧いただければと思います。動画説明欄に貼っておきます。よろしくお願いします。